グリコールとはアルコールの一種で二つ以上の炭素を有する脂肪属炭化水素または乾式脂肪属炭化水素が持つ二つの炭素原子に結合した水素が一つずつヒドロキシ元に置換した構造を持った化合物である。ポリオールの中では最もヒドロキシ元が少ない。二つのヒドロキシ元を持つためジオールとも呼ばれる。分子量の小さなグリコール類は 常温常圧で無色液体だが、一般のアルコールに比べて分子量の割に有点や粘度が高いという性質を持っている。これは、ヒドロキシ元を介する水素結合が多いため分子間力が強いことに起因している。また、一般のアルコールと比べてヒドロキシ元が多い分だけ水溶性が増す傾向にある。なお、グリコールの語源はギリシャ語のグライカースであり、 語源が示すように多くのグリコールは、口にすると甘みを感じる。ただし、エチレングリコールは人に対して、毒性を有するので、注意が必要である。隣接した炭素に一つずつ、ヒドロキシモトを有するグリコールを工業的に合成する場合は、アルケンを参加して、オキシランにしてから、酸性条件下において、H2O を反応させることによって、快感させて合成する。つまり、 オキシランの加水分解である。隣接した炭素に一つずつ、ヒドロキシモトを有するクリコールを実験室で合成する場合には、アルケンを4酸化オスミウムで酸化するか、アルケンを冷却しながら、塩基性条件下でカマンガン酸カリウムと反応させて、ジオールを得る。参考までに4酸化オスミウムやカマンガン酸カリウムを用いた場合、反応機構は深孵化なので、もし、 この反応を感情のある件に対して行った場合には、二つのヒドロキシ元は、死体の位置に付加する。なお、カマンガン酸カリウムを用いる場合は、十分に冷却しながら反応させないと、グリコールでは、酸化が止まらずに C イコール C の二重結合が解列し、解列した部分がカルボキシ元にまで酸化されてしまう場合がある。ちなみに、 もし C イコール C の二重結合が解列した際に、この C イコール C の二重結合の片側の炭素に、二つの炭素が結合していた場合には、カルボキシ元にはならず、ケトンになる。これは、感情のある件の C イコール C の二重結合を、この方法で解列させた場合も同様である。単独のグリコールとしては、不凍液、流体の可視化用トレーサなどに用いられている。また、 合成原料の一つとして、合成樹脂、繊維、溶剤、海面活性剤、食品添加物、医薬品の合成に用いる場合がある。さらに、保湿剤として、シャンプー、化粧品などに混合して使われる場合がある。詳細は、エチレングリコールの項を参照のこと。なお、4酸化オスミウムは揮発性を有する上に、有毒なので、取扱いに注意を要する。 ハロルド・ハート、秋葉金谷、奥・アキラ、ハート基礎有機化学、P225、P226 倍風間1994年3月20日、発行 ISBN4 から 563045322TW ・グラハム・ソロモンズ、クレイグ・ビー・フライ・ハルチョ、花房・アキラ・セイ、池田・正澄み、上西純一管役。 ソロモンの新有機化学 P347P349 広川書店2002年10月5日発行 ISBN4 から 567235002TW グラハムソロモンズクレイグ B フライハルチョ花房明生、池田正澄、上西純一蟹役ソロモンの新有機化学 P348P349 広川書店2002年10月5日 発行 ISBN4 から 567235002TW グラハムソロモンズ、クレイグ B フライハルチョ、花房明イ、池田正澄、上西純一監役、ソロモンの新有機化学 P349、P350 広川書店2002年10月5日、発行 ISBN4 から 567235002TW グラハムソロモンズ、クレイグ B フライハルチョ、 花房明聖、池田正澄、上西純一貫役、ソロモンの新有機化学 P349 広川、書店2002年10月5日、発行 ISBN4 から 567235002TW グラハムソロモンズ、クレイグ B フライハルチョ、花房明聖、池田正澄、上西純一貫役、 ソロモンの新有機科学 P350 広川書店2002年10月5日発行 ISBN4567235002 ありがとうございます。